おはようございます。釣り子 TV です。これね、レイドジャパンのビッグ2ウェイっていうことで、これでね、いいバスを釣ることができましたので、まずはこちらをご覧ください。ビッグ2ウェイをこうテキサスリグにして、でふわふわと泳がせる10番の針に通し出しにして、真ん中からきれいに抜き刺して、10だとちょうどこの丸の少し上ぐらいになるのかな。よし、できた。イメージとしてはこんな感じ、ビッグツーウェイのテキサスリグ、これをホンガリングというか、ふわ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 中層でバラバラっとやってみる。こういう仕掛けでやってみたいと思います。丸めつく見えバスがバンクの下にちょっといいところに入れたらください。よっしゃ、くっつ、遠距離攻撃でしたが、食いばして、おお、ちょっといいサイズ。よいしょ、一気に上げた。よっしゃ、うお、丸のみ、うお、すげえ、イエーイ、釣れましたよ、ビッグツーウェイ丸のみ。ねえ、テキサスリグでね、リグってみて、で、見えバスが見えたんで、どういう反応するのかなって投げてみたら、こんな、ねえ、うわ、すげえ。でね、タックルはメタニウムにホワイトウルフっていうね、17ポンドクラスっていうちょっとごつめの竿。いやー、綺麗な長い個体。ねえ、ほいじゃね、逃がしてあげたいと思います。丸飲みですよ。ビッグツーウェイ丸飲み関係ない。こんなね、ストレート刺しで10番のフックで、はーい、じゃあね、逃がしてあげます。はーい、ビッグツーウェイテキサスフィッシュはダダダダダダ、40センチ41センチぐらいですかね。あー、お腹はね、へっこんでるけど、おお、ありがとうありがとう。42センチ、サンキュー。いやー、よく活躍してくれた。はい、というわけでね、いい感じでね、釣ることができたんで、その時の状況なんですけども、このね、ビッグツーウェイをテキサスリグね、こっちに重りをつけて、でオフセットフックでリグって、それでもってですね、まあ、こういったタックルで投げてみたんですけども、マグナム2ウェイとかを買って、それで水中でどんな動きするのかななんてね、見た時も改めて感じたんですけども、このね、独特ないろいろな抵抗、まずこのね、毛というか触手というか、これがあって、で腹側にはこういった結構細かいリブがいっぱい配置されていて、なんかね、自発的な動きをするんですよね、こいつ。で、テキサスリグにして、
あの時はですね、あの三重バスがいて、で岸際で通りかかった小魚にたまにボイルするっていう、そんな状況だったんです。だからまあ例えばライアーミノーであるとか、例えばビローラであるとか、そういったベイトフィッシュを模したようなやつを早引きでね、目の前パパパパパって通して、そうやって食わせるっていうのがパターンかなと思ったんですけども、そんな状況でこういったちょっと虫っぽいというか、まあとてもまあ魚には見えないですよね、こんな感じの入れたらどうなのかななんて思ってね、入れたところ、投げてね、特にアクションするわけではなく、こうポンって魚のそばに行って、それからねほっとくとね、勝手にねふんわーもわーふんわーって感じで、独特のなんかね緩慢なアクションというか、なんかすごいねふんわーっとしてるんですよね。でバスもまあベイトフィッシュじゃねえやとは思いつつも、なんかねんって気にして、なんだこれなんだこれなんだこれみたいな感じになってて、で一回その魚の目線が切れた瞬間にパッとこう上げておいて、小魚来ないかななんていうのにまたペッて投げて、でまたふんわーふんわーって、アクションは何にもさせないで、ただこれをふわーってさしていたら、もうって感じでね食いついちゃったね。でちょっとカメラではね遠くて映ってなかったと思うんですけど、偏光グラスで、あやべえこっからカカカカカって食ったなっての見えたんで、合わせたらうまいことねかかってくれたっていう感じなんですけども、そんな感じでまあ最初はノーシンカーのピクピクとかそういった釣りでかなーなんて思ってたんですけども、まずはねテキサスリグのトレーラーなんていう使い方が一つ良かったんで、でまあねこの後いろいろラバージグにつけてみたりとか、スモラバにつけてみたりとか、直リグにつけてカバーに入れてみたりとか、いろいろとねこれから、カバーの釣りが強くなってくるタイミングでね、いろいろな使い方さらにしていこうと思うんですけども、今回はねまずテキサスリグね、こんな感じで、使ったらうまいことね魚が後半の示してくれたっていうことで、で、タックルがですねこんな感じで、メタニウムですね、シマノの新しいメタニウムに、16ポンドラインフロロカーボンラインを入れてあって、で竿はですねロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドっていうね竿で、結構ね軽快な7フィートちょっと超えるような長い竿なんですけども、こういったやつのねワーミング、はたまたまあノーシンカーなんかでもね、使いやすかったりするんですよね。すごい高感度な竿なんで、魚のあたりがコンコンっていうよりなんていうかカンカンって感じられるような、そういうね竿なんで、もしね気になってる人とかいたらこれはちょっとおすすめの竿なんじゃないかななんていうふうに思います。メタニウムはですね、自分これ右巻きを買ったんですけども、まあ左巻きとかの方がこの手の釣りはやりやすいかななんていう風にはね感じてるんですけど、何にしてもシマノ左巻きが後から出てくるもんでね、もう売ってるとは思うんですけども、せっかくね右巻き買ったから右巻きでいろいろやってみようって感じでやってるんですが、とにかくスプールのレスポンスがいいんで、ちょっと遠めのああいうサイトで入れる場所とかを間違えたらなかなか食わないよなんていう場面で、このね、MGL スプール3がスパーンってね静かに、遠くに飛ばしてくれて、でその着水点なんかもコントロールしやすいので、遠目の見えバス攻略なんかにはまあこのリール非常にいいんじゃないかなね。でああもうバックラッシュしたとかね、ああいうちょっと力んだ時とか少しテンパった時ってね、ついついいつもとサミングの雰囲気が変わってバックラッシュとか、しがちだったりするんですけど、自分の場合はね下手くそなんで、こういうオートマチックなね、DC ブレーキではないんですけど、本当ブレーキの、効きが使いやすいってね、こういうリールを使うことによってトラブルなくね、食わせどころに入れやすく、そんでもって魚が釣れるっていうね、好循環が生まれるんじゃないかななんていうふうに思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンのですねビッグツーウェイ、これのテキサスリグね、こんな使い方で、魚が釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。